晴れ時々台風はーい、ということでやっていきましょう。どうもラルクございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこらい戦争でやっていこうかなと思います。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。今回は緊急爆風警報に挑戦していこうかなと思います。では早速ですね、挑戦していこうかなと思うんですけれども、こちらのステージに関しては難易度に関しては超激ムズでございます。でドロップ報酬に関しては猫台風でございますね。そう、これめちゃくちゃ欲しかったんでね、もうちょっと今回はゲットしに行きたいところでございます。まあたまに獲得なんでね、まあ一発で多分ねゲットできないかなと思うんですけどもね、また今回も根気よくやっていければなと思います。いや本当に久しぶりだねこのステージね、もう何年ぶり、もうそれぐらい多分久しぶりかもしれませんね。よし、ということで早速ですねやっていこうかなと思います。でどうしようか、編成ね何も考えてないんだわということなんで、とりあえずちょっと今から編成の方ですね、組んでいこうかなと思います。でどうだろうね、このステージに関してはなんか昔ね、そうやったの若干覚えてるんですけど、大狂乱のジャラミとかその辺いるとだいぶ強みなんだよね。なのでとりあえずそっちの方をメインにしていこうかなと思うんで、まずはちょっと上の段はですね、一応ニャンコンボで、とりあえずこんな感じ、どうしようかな、じゃあホゲーにして、であともう一個ニャンコンボの方積みましょう。はい、すべて体力アップにして、まあできるだけそうですね、まあジャラミとかで攻撃できるかっていう感じじゃないかな、これで大丈夫かな。で下の段に関してはとりあえずは猫 TV と、あとはその言った大狂乱のあれですね、ジャラミ、そういえばレベル上げてなかったんだよねこれね。ちょっと待って、これ上げるか、レベル1だもんなじゃあとりあえずちょっと今からレベル上げていこうかなと思います。経験値足りる、これ大丈夫かな。あー1000万切っちゃうけど、まあしょうがない、もうやむを得ん。もうとりあえずせっかくなんでね、上げちゃいましょう。もう30まで、あー30まで切るんだっけ、とりあえず行けるところまで行くよー。あー25がマックスなんだね、 OKOKOK っていうことでございます。じゃあ早速進化していきます。はい、さあということでございます。まさかここでですね、まあ育成するとは思わなかったんですけども、まあしょうがないよね、まあこれでもう勝ちに行きましょう、せっかくだからね。はい、ということでございます。で一応ジャラミの方も、あれ編成に入ってなかったわ、入れてなかったね、編成に入れて、であとはそうだね、超特急とかその辺かな。よし、オッケー。ということで、猫ジャラミとですね、大狂乱のジャラミ、ちょっと揃えてやっていこうかなと思います。どうだろう、これでいけるかな、まあ、若干ちょっと不安ですけれども、まあ、物は試しでございます。まずは、アイテムなしで、挑戦していこうかなと思います。それでは、進撃の暴風渦ですね、超激ムズ、挑戦していきましょう。じゃあ、いきます。さあ、ということで、早速やって参りましょうか。で、これはどうだ？もうちょいしたら出てくるのかな？ちょっと様子見ていこうかなとは思うんですけども。いやー、でもどうだろう？お財布大丈夫かな？若干怪しさはあるものの、とりあえず、これどうしたらいいかな？ちょっと待ってよ。まだ出てこない？それともあれかな？この間やったステージと全く同じなのかな？BGM はこれだけど、城攻撃したら出てくる的な感じになるのかな？いやー、ちょっと、わかりませんけど、あーなるほどなるほど、じゃあもうこっちも生産してまいりましょうか。はい、で一応とりあえずこの下の段のねキャラクターをまあメインにねどんどん生産していこうかなと思うんですけども、まあだいぶみんなコストも高めなんで、あーなるほどなるほど、大丈夫かな。オッケー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 、とりあえずこの取り巻きが邪魔なんだけど、この中に入れば問題ないんだが、でこれノックバックさせるとダメなんだよね。そうすると攻撃の方があれなんで、てかジャラミなんかそこ消えなかった、ちょっとあれかな、大丈夫かな。オッケー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 、よしよしよし、 TV のオッケー、あーこのノックバックは結構ね、あーほらねねねねねね、まあそんな証拠、そんな感じでございますけども、まあ一応これでね、どうだろう、大狂乱のジャラミが波動ってくれるとだいぶでかいんだよね。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、あーこのノックバックがかなりねちょっとクセモノなんですけどもね。でも猫って、猫タコか、猫タコの方がですね、一応攻撃力ダウンとかしてくれてるおかげもありまして、とりあえず、まあこんな感じで、まあ今のところ問題なさそうじゃないですかね。うん。まあこんな感じでちょっと様子見ていこうかなと思います。どうしよう。まあ、オッケー。こいつ何回ノックバックだっけ？ちょっと待ってよ。その辺はあんま覚えてないけど、でもなんか3回か4回くらいノックバックするわ。オッケー！あ、終わった！早くね？意外と、こんなもんでいけちゃうんだね。
よし、 OK、 大丈夫そうですね。あとは台風が落ちるかどうかでございます。これで落ちなかったら、もう一回なんですよね。であとそうローリングデッドもね今来てるからやりたいんからどうしようかなって、残り時間も結構ギリギリなんで、せっかくだったらちょっとやりたいから早めにちょっと落ちてくれるとね、そっちのステージのね動画に行けるんですけど、どうでしょうか。起きた起きた起きたと、おー久々に一発ドロ来ましたね。猫台風ゲットでございます。ありがとうございます。よーしよーしよーし、では早速ですね、とりあえず今からですねキャラクターの確認の方していこうかなと思いますので、移動しましょう。では早速ですね、無事ゲットいたしました猫台風の方ですね、今から取得して育成させて、まあ、チャレンジステージの方で使っていこうかなと思います。ということで激レアでございますね。いや欲しかったのよ台風は。そうなんだかんだで持ってなかったんでね。はい、ということでこちらでございます。猫台風でございます。さあということで早速ですね取得の方していこうかなと思います。じゃあ行きます。はい、ということでございます。では早速ですね毎度恒例下のテキストの方ですね読んでいこうかなと思います。学校を休みたい一心で台風になった猫、全国の学生の期待を背負って北上中、超高速で攻撃、たまにクリティカル、はい攻撃っていう感じでございます。いや台風で思い出したんですけれども、そう僕が学生の頃かな、そうなんか次の日になんか台風が来るから、そうなんか学校がもしかしたら休校になるみたいな、そんな感じでめちゃくちゃワクワクしてたんですけど、結局台風が来ないでね、そのまんまねもうね休校ならず学校に行くっていうね、まあそんなこともありましたけれども、まあとりあえずですね早速ですね10レベルにさせてですね第2形態の方を拝んでいこうかなと思います。じゃあ行きます。はい、ってことでございます。第2形態に関しては猫ハリケーンでございます。それでは第2形態も読んでいきましょう。エルニーニョ現象で巨大化した台風猫、畑の様子を見に来た猫を仲間に巻き込み成長中、超高速で攻撃、たまにクリティカルっていう感じでございます。じゃあ早速ですねこちらのですね猫ハリケーンと猫台風ですね、チャレンジステージの方で軽くちょっと使っていこうかなと思いますので、早速移動しましょう。さあということで早速ですね取得しました。まずは第一形態猫台風でございますね、使っていこうかなと思います。それでは出してまいりましょう。はい、いやようやく来たよサブアカで、いやもう待ってましたよ。もう欲しくて欲しくてしょうがなかったんだけどね、なかなかこのステージもですね、ちょっとねやるタイミングがなかったんで、まあとりあえずね今回ゲットできて本当に良かったですね。でしかも一発ドロップ、これはめちゃくちゃ気持ちいいね。もうこの間のねもう紅のカタストロフは本当にトラウマ級だったもん、全然落ちなくてもう最終的にですねもう8種類ようやく落ちたっていう感じでございますけども、いやこれで対メタルがかなり変わってきますよ。いやー嬉しいね。じゃあ次第2形態でございますね、使っていこうかなと思います。さあということでお次はですね第2形態猫ハリケーンでございます。早速使っていきましょう。じゃあいきます。はい、いやーもう嬉しいわ、めちゃくちゃ嬉しい、本当に嬉しいわ。もう今後多分このねキャラクターに関しては乱用していくのかなと思います。そう結構ねメタルステージかな、そうなかなかそうあんまりねなんかそのクリティカル出すキャラクターもそこまでいないし、もうねいつになったらゲットできるのかなと思いつつもねメタルステージをやってたんで、まあこれでようやくねもう対メタルの世界観も変わってきますのでね、いやーもうめちゃくちゃ嬉しいでございます。でまあこのキャラクターに関してもね第3形態の方もありますので、またとりあえずですね、近いうちか遠いうちか分かりませんけれどもですね、また頑張ってですね、まあ、獲得できればなと思います。じゃあとりあえずこんな感じで終わりましょうか。じゃあ終了でございます。はい、ということで今回はですね緊急爆風警報に挑戦いたしました。結果としてはですね無事クリアすることができて、ドロップキャラクターのですね猫台風の方を獲得いたしました。一発ドロップだったんでね、もうめちゃくちゃ気持ちいいで、今回動画は終わりにできるかなと思います。また今後もですね、まあ、絶ステージだったりとりあえずはね、まあ、あとは残るサイクロンステージも挑戦していければなと思いますので、次回も見ていただければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。次回はローリングデッドでございます。